プレストウィックゴルフクラブは、スコットランド西海岸地域に位置するプレストウィックに所在するゴルフコースの名前である。ゴルフの4大メジャートーナメントの中で最も歴史がある全英オープンの第1回大会の開催コースとして知られる。その後も連続12回を含む合計24回の全英オープンがこのコースで開催されたが、 1925年大会を最後に、それ以降は一度も開催されていない。ギャラリースタンドや放送施設を設置するためのスペースが十分ではなく、構造上の問題から今後も開催される可能性はほとんどないとされている。ちなみに一番ホールのティーグラウンド脇には今日も鉄道の駅があり、そのホールは線路に沿ってレイアウトされている。蒸気機関車こそ走っていないが、 現在も通勤列車が走っており、T ショットを右に曲げると列車に当たる可能性があるほど線路に近い。5番ショートホールも特徴的で T グラウンドからグリーンが全く見えない。ドックレックなどではなく T グラウンドとグリーンの間に山があるためである。ゴルフコース内の山としては異常に高く少し前方に歩いて旗の位置を確認しに行けるような環境ではなく、 キャディーの指示に従って、いわゆる山間で打つしかない。このホールのグリーン脇には金が設置されており、グリーンを離れる際に後続の組にその金を鳴らし、グリーンが空いたことを知らせる。17番ホールにも同様な金がある。メンバーコースではあるが、ビジターも曜日や時間帯によってはプレイできる場合がある。近隣には現在も、 全英オープン開催コースとなっているロイヤルトルーン、ターンベリーがある。最も近い主要都市はグラスゴーで車で約1時間。当地で開催された全英オープン優勝者の一覧、ディノッツアーマチュア。ありがとうございます。